皆さん、立憲民主党宮崎県大工総支部長で宮崎県議会議員の渡辺壮です。今日は10月21日水曜日です。今夕方の6時35分を回ろうとしていますが、今日は上京しておりまして、今宮崎空港に戻ってきて撮影をする場所がありませんので、自分の車の中で今撮影をしています。今日の上京の目的は、この動画見にでも何度かお伝えをしてきましたが、ニュータバル基地で10月の26日から11月5日までの日程で行われます日米共同訓練、宮崎では10回目の訓練となりますが、この訓練に伴って米軍の方々200名の方々が宮崎市中心部のホテルに宿泊をするということで、今宮崎県は大変揺れています。すでに19日から先遣隊50名の方が入ってきておられまして、さらに今日明日というふうに主だった部隊の方々も入られて、国と米軍が計画をしたように市内のホテルに宿泊が進んでいくという状況になっています。今日は国会でこの問題で立憲民主党の国会の会派の皆さんに防衛省に対するヒアリングを行っていただきました。で、私どもも、私と、そして同じ会派に所属をしています、三幸県議、太田県議の3人で、このヒアリングに参加をしてきたところであります。我々としても、直接防衛省の方々に、質問をする機会になりましたので、大変有意義な時間になったと思っています。印象からすれば、まあ、残念ながら国として、今回、浮上している、計画をですね、変更するという意思はないんだなということを改めて感じたところでありますが、いくつかの問題点を指摘しました。もちろんコロナに対する警戒の問題もありますが、もちろんそのことに加えてですね、これまで長い間、県民や周辺の住民の皆さんと理解や、そして合意を形成してきた。その形成してきたそれぞれの理解やですね、納得や合意を一方的にないがしろにする形で今回の手続きが進んでいること、これは大変な大きな問題だというふうに思っています。そのことをストレートに指摘をした上でいくつかのことを聞きましたが、驚いたのは、防衛省、繰り返し宮崎県の要望をですね、米軍の方にきっちりと伝えていくというふうにお話をされていましたが、今日改めて確認をすると、実際に米軍と話をしているのは本省の課長クラスのみということで、宮崎県の知事に対して、例えば副知事がなかなかこのことは失礼しました。副大臣がこのことを覆すのは大変難しいというようなご返答をされていましたので、当然政府の方でも防衛省の方でも政務三役あたりがですね、米軍と直接お話をしていただいているんだろうというふうに思い込んでいましたが、まあ、実際は本省の課長のレベルでのやり取りに過ぎなかったということも分かったところでありました。防衛省の方としては、まあ、今回の宿泊を、まあ、コロナの問題がなければ前提としない、今後の前提としない、前例としないというところも発言として確認をすることができましたし、もう一つは、今回の進め方、地元の合意等々を考えたときに、防衛省としては問題があったという認識はないのかという質問をいたしましたが、そのことについては防衛省としてもやはり反省をしているというニュアンスに近いことをおっしゃられました。我々が望んでいることは、なかなか実現するのは難しい状況。なし崩し的に、もう市内での宿泊がどんどん進んでいっている状態になっていますけれども、まあ、その点だけは、わずかに、多少なり光が見えたのかなという気がしております。今回のやり取りについては、改めて、一部欠けているところもありますけれども、動画の撮影も行いましたので、改めてご報告をしたいと思いますが、まず宮崎に戻ってきての感想をお伝えしたいというふうに考えたところです。本日の動画見には以上といたします。ご視聴ありがとうございました。